よね。はい、下げることはできると思うんですけども。そうですね、三遊間を抜いていきました。堂上直道レフト前ヒットでランナーは三塁一塁。11球投げさせました。7番ライト栗本、やっぱり球種的には何ですかね、うん、今のは、まあ、ストレートに近いツーシーム系なのか、はい、ちょっとこうカットボールかツーシーム系かっていうところかもしれませんけども、はい、まあ、ちょっとやはりフォアボールが嫌なのかちょっと浮きましたよね。ですよね、ツースリーカウントからの被打率が4割っていうのは、はい、やはりもうそこでこうお決まりではないですけども、うん、ストレートを投げるっていうようなね、はい、データみたいなのもあったんではないでしょうかね。そうですね、うん、そしてバッターボックスには堂上、ドラゴンズ選手の交代をお知らせいたします。一塁ランナー藤井に代わりまして、近藤背番号67。初球打ち、レフトの前にボールが弾みます。三塁ランナーに続いて二塁ランナーも三塁回ってホームイン、2点を追加します。4対1。ジャタン公園野球場のスコアボードはなぜか4回の裏のところに一瞬2がつきましたけど、今3回の裏のところに移動しましたけどもね。4対1になりました。初球打ち高めのボールでしたけれども、もうセオリーと言いますかね、はい、前のバッターがフォアボールで出た、うん、そしてもう絶好機のチャンスの時に、もう初球からもうピッチャーもうボールから入るとまたねフォアボールになってしまうんじゃないかというところですよね、はい、それについて、ストライクを取りに来ると思われる初球を振り抜いた、うん、それはもう素晴らしい結果でしたね今のはね。そうですね、